これは本日5月、2023年の5月の26日金曜日に発売されまして、購入いたしました。まあ、ブロマイドとかも当てたっていうか、まあ、購入して全種類集めたんですけど、メッセージ隠すのめんどくさいんで、まあ、もうちょっと、それはね、やめとくことにしました。まあ、結局これだからね、基本。ここの上のやつね。まあ、これちょっとルールが分かってないんだよね、結局。全部で10種類。で、これがなんか混ざってたりするのか、確定で1個混ざってるのか、正直よくわからん。マジでわからん。なんなんこれ。まあいいわ。まあそんな感じでね、ボックスで買ってきましたんで、1枚220円って良心的な値段ですね。そんな感じでね、買ってきましたので、開封したいと思います。ちなみに他に何を買ったかというとね、ちょっと今ね、しまっちゃったな。スイちゃんの今日は発売のやつ、26日から発売のやつ、友達の分で合わせて2つ。で、ミコチ、ポルカのこんだけかな？多分これで行ったはず。なんか忘れてるかもしれないけど。それで、行きました。そう、ほんとちょうどよかった。名古屋にいるやつにさ、今壁紙配ってるじゃないですか。あれをさ、くれって言ったん。だったらなんか、駅から地味に遠いで無理って言われて。は？レポートしないといけない。黙れ。いけんだろ、お前。6月4日までやってるから、よろって言ったんですけど、多分やってくれないですね。ちなみに、ナンバーはポルカで、なんだっけ、あと。名前が出てこない。すっごい、開け方ゴミだな。まあ、いっか。わざとこっちからね。ナンバーがポルカで、名前が出てこない。ナンバーがポルカ。天王寺、そう、天王寺がミコチですね。はい、そんな感じで、ミコチとポルカは今んとこ持ってます。まあ、イベント中に多分、梅田行けるかな？大阪。行けたら、他の、なんかフォロメンがいると思うから、まあ、ゲットしたいと思います。いつもはね、こんな使わないんですけど、まあ、ちょっと、念のため、指紋がつかないようにしたいなと思います。てかさ、これやったわ。これ完全にやったわ。もうビリッていくけどいいかな？もう。めんどくさいもんな。わざわざ。なんかあれ、ちゃんと当てんの。いっか。もうバーっと行こう。ほんと10もあるよね。はい。1枚220円でございます。なんで220円で運が良ければ、まあレア枠を当てれる人はいるかもしれないですね。同じのこのバラで売ってますからね。もう行きます。もうこのままバーって行きまーす。3枚目にしてカッターナイフ使えばいいよということに気づいたんですけど。さあ行きましょう。しました。パッと行かないとね。ほ。あ、そっち向きかよ。よ。しかも、ゴミカスじゃねえか、やり方。スイちゃんでーす。ちょっと一旦、見えなくなるんで申し訳ないですけど。並べれるようにしたいな。ちょっと広くないからな、ここ。あれ？こっち向きだってたっけ？大混乱だよ、ほんとにもう。向いてないわ。動画撮影向いてないわ。はい。ニコチ。被ってるね。順番合ってるわ。あと傷ついてない。あ、これはまだカッターナイフ出てないわ。もう、ボケてるわ、完全に。あ、しかも何もついてないね、まだ。まあ、そりゃいいわ。知ってた。でもこっからはもう、ベタベタがつかないから、ただ向きがわかんない。いきますよー。いくぜ。はい。あれ？引っかかった。 はい。おー、ポルカだね。なんで順番で来てますね。やっぱ、順番で一応出てるわ。なんか、違和感を感じた。気のせいか。気のせいだ。よし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 。あー、あー、あー。待て、大変だよ、もう。よし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 。あれ？向きと合ってた？もうポンポン行かないと。はい。フリア、知ってた、順番的に。あれ？でもノエルじゃないの？順番。あ、じゃあノエルは一番最後になってる。え？ちょ、なんでこんな順番に出てるの？もうわかんねえ。お、いけ、はい。なるほどね。こっちのノエルね。はい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 。あれ？ノエル、あ、これか？これか？これ引いたやつだ。もう最悪だね。もう、向いてないね。致命的に向いてないね、この最後。見えた？もしかして。どこ？あれ？これ引いたやつ？いや、ここにあるわ。
ほい、スイちゃん。なるほど。え、これ出る？ちゃんと。え、合ってる？なんかもうわかるけどね。あ、でもフレアかもしんないな。あ、みこっちだ。しかも、薄っ。どっちかどっちかわかんねえ。あれ？これ出ない？もしかして。あれ？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 ゴー。なんか今、カメラ見えてたな、見えたな。あ、ポルコ、ポルコできた。来ました。ポルカの、この、やつが来ました。これ、わかりますね、これ。いやー、来ましたね。ポルカ、ポルカいいよね。ポルカ僕押してるんで、嬉しいわ。おー、といった感じで、ちょっと、あと残り2つやらないと。まあもう出ないんですけど、まあもう残りもやっとかないとね。そんな、出たからと終わりにしちゃダメですから。ほ。あれ？あれ？あれ？社長と副社長で来ましたわ。え？あれ？こういうもんなの？え？おお、すげえ。ってことは、ノイフレで出る可能性もあるし、え、ミコメットで出る可能性もある。熱いな。え？そうなったの？知らなかった。じゃあラスト1枚。多分ノエルなんですけど。ちょっと開くかな、ちゃんと。はい。こっちバージョンなんで。あれ？あれ？すごいな。ちょ、え？わお。あ。まあ、今回ね、これにはもともとついてないと思うんだけど、そうだね。こっち向きで。これは、まあ、もともとついてない、これは。これはもう普通に出るやつ。なんで、220円で、バラで買ったら、まあ、これが、いつ使ったとして、まあ、全部これが出る場合もあれば、まあ、運が良く、これが出る可能性もあるといった感じですね。ルールがよくわかんないんだって。え、二つ出んの？確定で。何これ？なんか特に中書いてあるわけじゃないんだよな。一パックに全10種の中からランダムアソートでいずれか1枚で。ランダムアソートって何？頭の悪さがここでまた出てきます。そんな感じでね、いいもの当てましたわ。で、100均でこういうの買ってきました。はい。もう一個小さいサイズだと思うような気もしなくはないけど、まあ、扱い方本当に。悪いとこ出とるよ。あ、いいね、いいの？オッケー。ちなみに、まあ、このサイズにこれは合わないんですけれども、こういうのもあります。ちなみにもう一個小さいサイズになるとこれになりますね。サイズがここに書いてあります。で、40枚入ってます。で、50枚これの小さいサイズになるとあるんだけど、結局多分入らんのだわ、この中に。捨てたところで。まあ、で、これ硬いやつね。なんで、まあ、もういいわ、と思って。とりあえずこれだけ買っといたんですよ。ラッティー、これ使えるじゃん。3枚まで入ってるから、これ2枚埋まります。ラッティー。そんな感じでね、今回もね、ゴミかすみたいな動画になったんですけれども、本当にね、嬉しかったです。え、一つじゃないの？これ出んのって。二つたんだ。まあ、これバラでも全然売ってます。はい、220円で、手に入る、本当にお手頃価格なので、もしよければ皆さんも、引いてみてもらう、買っていただいて、まあ、推しを引いてみてください。そんな感じで。ほう。本当にミコメットとかで出るんだってことは。まあ、そんな感じでね、1枚しか出ないと思ってたんだけど、そういうわけじゃないんだ。まあ、ベラベラ喋ってても仕方がないので、まあ、動画を以上にさせていただきたいと思います。並べよう。この2つだけ。ピント合ってる？薄いな。はい、ご視聴ありがとうございました。